ただでさえですね、今国民の方がローンなんか払えるような状況じゃなくなってきてるわけですよね。で、税金も増税増税が続いてるでしょで、さらに予想されるのが、ウクライナのですね、5000億ですか。で、さらにウクライナのですね、借金について、 その保証に日本がなってますので、さらに何兆円と取られる。で、それ考えると、必要になってくるお金、喫緊でね、必要になってくるお金っていうのが、5兆円単位になってくるはずなんですよね。で、さらにそこに来て、東京オリンピック。東京オリンピックだってあんたね、3兆円の借金抱えてるんですよ。3兆円の借金、これ国債で出してますので、要はこれ、完全に返さなきゃいけない分なんですね。で、これ8兆円でしょプラスで,で、東京オリンピックと来たら次は、当然このね、万博ですね。 もうすでに1兆8千億ぐらいの借金になってるそうですけども、さらにこれからどん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 その借金が膨らむと言われてるわけですね。3兆円規模、さらに4兆円になるんじゃないかという話もありますよね。だからもう、この東京オリンピックの分と合わせて、この3つのね、イベントごとで、日本は10兆円の借金抱えちゃったことになるんですよ。さらに悪いのが、日銀がですね、国債の買い控えをね、こう宣言してるわけですね。半分ぐらいに減らすとかいう話なんですよね。 超積極財政が使えなくなってきてるわけですよ。いや、ということはこれから先日本に待ってるのは国民からですね、増税で金を集めるしかないわけですね。 だって国債も使えない。国債が使えないっていうことは、あとなんでお金集められるかって言ったら、国ができることは増税以外にないんですよね。いや、もちろんね、決断力のあるですね、人間がトップにつけばですね、アメリカの国債を売るっていうこともですね、一つのですね、可能性として視野には入るんですけれども、今の段階を見るとですね、絶対にアメリカの国債を売らないですからね。バカとしか言いようがないんですよ。 いや、消されるとかじゃないんですよ。消されるとかじゃなくて、国のために何かしようっていう気がないんですね。覚悟がない人間が政治家になってるもんですからね。消費税についても、桜井はね、なくせと言ってるんですけれども、桜井がね、選挙に出た時もそうですけども、もちろん君たちはね、一票入れてくれたとは思うけれども、君たちの応援が足りないからね、結局桜井は当選できなかったわけですよね。 あるいは日本第一党がせっかく出てるのに、せっかく皆さんにね、税金をなくしましょうと言ってるのに、それを最後まで支援できないもんだからこんなことになってるんじゃないんですか